パリオリンピックサッカー男子日本代表が19日、事前合宿を打ち上げた。24日、日本時間25日にパラグアイ戦を迎える。MF 荒木良太郎、22イコール東京はコンディション不良で別メニュー調整が続いていたが、状態が上向いてきた。やや強度を上げたトレーニングを消化し、問題ないです。 大丈夫ですと順調な回復ぶりを示した。最後の強化試合となったフランス戦は欠場。5日後に初戦が迫っており、全体合流はできていないので、みんなと最後のゴール前や守備の確認を合わせていきたいと急ピッチで間に合わせる思いだ。